はい、今ねどこにいるかというとアルゼンチンのブエノスアイレスにいます。ブエノスアイレスの日本人会館ね、ブラジルとかもしくはペルーほどは日系人いないんだけど、日本人の移住者いないんだけど、それなりにいますということで今、在野の日本人会館ということで今来てます。南米、中南米、中米もそう、南米各地にね、日本人の移住者、ね、多くいました。その中でブラジルが最大、2番目がペルー、あとボリビアなんかも多いです。で、その中で、まあ、このアルゼンチンに関しても入植した人がいて、もしくは後からね、まあ、結構新しく、移住してきた人もいて、そういった人たちの日本人の会館になってます。で、ここということでね、ちょっと今入ってきます。でこの人たち多分、日本食屋ですね。日本食屋があるんですよ。でこういう感じで第18回の日本の武道の発表会とかね、あとは禅が行われてます、空手道、あとはこういった、今ドラマね、自衛機、剣道、空手、まあ、こういったものがあります。で、ここは、日本食屋さんということでございまして、日会食堂です、12時から15時昼、ね、メディオーダーで、ノチェが、ノチェというのは晩ね、ルネス、ジュエベスというのが、これはルネスが月曜か木曜が19時30分から23時、であとは、金曜土曜ね、ビエルネスサバドが20時から12時までということです。まあ、こんな感じで今からちょっと今から行ってきます。